宗家、藤代の若がお見えになりました。お入り。久しぶりだの、忍。ご無沙汰をいたしまして。藤代の若、随分とお見限りだったな。申し訳ございません。体調を崩して伏せっておりました。それは藤代の若にしては迂闊なことだな。農薬者は体が資本だ。養生も稽古のうちだぞ。はい。私を動けなくなるほどなぶったのはあなた方ではないか。集まったところで言っておくことがある。秋の宴能会では忍に二人静かを待ってもらおうと思うのだがな。おお、連れ舞いの二人静かを。お、連れはいかがなさいます。うちの息子の元行きでは力量不足と思いますが。相変わらず厳しいの。息子がその器でないのはよく分かっております。宗家には申し訳ございませんが、うん、二人静かの連れは忍のしてにごして回ねばならん。残念だが元行きでは無理だの。はい。元行きさんではダメというのはわかる。だがそれではどうするおつもりなんだ。忍、お前がして、アキラが連れで二人静かをやりなさい。え、アキラは私の連れに。宗家はアキラさんと若とどちらがより藤代にふさわしいかお試しになりたいのです。藤代の家元をどうするかそろそろ決めなくてはなりませんからね。アキラさんはすでに承知していらっしゃいますよ。アキラと私を比べる。3年前父が亡くなった時、すぐに家元襲名を許してもらえなかったのはアキラと競わせる意図があったからなのか。若が仮病を使ってる間にうまく立ち回った者がいたということだ。アキラは寛月で預かり、牧に稽古をつけさせる。よいな忍。ありがたくお受けいたします。うん、忍も一層精進せよ。では藤代の若、宴能会を楽しみにしているぞ。マキ、この筋書きはお前が書いたのか。何の話です。もういい。若、お帰りなさい。アキラ、私の部屋へ来い。あ、はい。恥ずかしいと思わないのか、アキラ。何がですか。二人静かの役のことだったら、俺は若と同じことをしてみただけです。同じこと。同じことでしょう。寛月の長老たちに抱かれて役をもらうというのは。お前になど私の気持ちがわかるものか。10歳の時から生贄のように捧げられて。10歳か、もう12年にもなるな。いい加減飽きられたのかもしれませんね。驚いた、若がこんなに脆いなんて。何をする。よせ。あなたが俺を恐れている。自分の立場をわきまえろ、アキラ。それとも宗家が私の代わりにお前の母親の入院費用を出してやると約束してくれたのか。そうか、その手もあったな。お前は今のあなたは俺を睨むことしかできない。綺麗な顔だ。綺麗で冷たい。
この顔があの人たちに抱かれるときはどんな風に歪むんだろう。私に触れるな。ダメだよ。俺の方が力が強い。それに兄さんは。兄と呼ぶな。兄さんは最初から俺の支配者だったから、俺が反逆するなんて思ってもいなかったんだろうね。それにね、俺は気づいてしまったんだ。俺にも藤代流家元を狙う資格があること。お前は自分にそれだけの才能があると思っているのか。今度の二人静かでわかる。では若、俺はしばらくの間寒月へ行ってあちらに寝泊まりさせてもらいます。マキさんから直接手ほどきを受けることになっていますので。なんということだ。よりにもよってアキラに家元の座を脅かされると。お前は藤代流最高のために生贄となるのだ。藤代を再興するためには寒月流の配下に入れていただくしかない。お前の美しさが寒月の長老方のお目に留まったのだ。よいな、心してお仕えするんだぞ。子供の頃から私は人として生きることを諦めていた。藤代を再興するために寒月の長老たちに抱かれるのも客を取らされるのもただ黙って耐えてきた。その私を差し置いてアキラにだと。いや、寒月ならやるだろう。それが必要とあれば私のこれまでの忍耐など虫けらのように捨てるだろう。泣かなくなった鈴虫を捨てるように。今までの私の人生は一体何だったのだろう。